All right, everybody, it is time for Steins Gate episode 9. But of course, if you guys are watching this over on YouTube, definitely check out the Patreon for full length access as well as early access to anything Steins Gate. I would love your support. But aside from that, let's stop talking and get started. これまでの実験の結果からして、D メールは過去に送られていることが実証されと。まあ、ルカコの件も含め、精度には問題があるが、改良すれば本物のタイムマシンが完成。タイムマシン。ああ。盗み聞きか。今日間には聞かないにゃ。ダルニャ。ダルが俺を裏切るとでも。Oh my god, singing like a bird. Easy. メール。Messages to the past.Oh, snap. Alright, time to bring her on board, I guess. Chaos Theory Homeostasis. Oh, what? Why do you take it like this? I'm just... No, I'm not the one. I'm... Oh, oh, oh. Weren't supposed to hear that. So what all did you hear? What?泣いてない。別に泣いてなんてないから。どう見ても泣いてただろう。まだ目が赤いぞ。違う。とにかく泣いてない。だから追求しないこと、わかった。別に追求するとは一言も言ってない。うるさい。So awkward. Just talk about it. Oh.He's like, what do I do? これだけは言っておく。お前は大切な仲間だ。相談にはいつでも乗る。Wow. Oh God. This plan she fell for it. これで徹底的にこき使えるというものでは。おい。お疲れ様にゃー。ああ、ペリスちゃん。これから今日のことだったな。お昼ご飯を買ってきてって。ねえ、マユシーは見たことあるにゃ？タイムマシン。ん？タイム？ああ、電話レンジさん？電話レンジ？バチバチって雷みたいのがこうビリビリってちょっと怖いんだ。でもマユシーはあんまりああいうことをしてほしくないんだけどな。どうしてにゃ？なんか。オカリンが遠くに行っちゃう感じがするのです。ではこれより円卓会議を。オカリン、オカリン。なんだ。おかしくね。マユシは自分ではコスプレしないと言ってたお。今日登校日だったんだ。学校の制服。完成度激高。Get Dara out of the room。いうの普通にセクハラだから。はい、オカリンの分。ズバリ物理的タイムトラベルだ。マユリ。麦茶は冷蔵庫にまだある？ちょっと待っててね。完成度高。この包員教魔の言葉が。Imagine if the organization was running this whole time。それ前からじゃね？ならなぜこの素晴らしい議題を華麗にスルーするのだ？無理に決まっているからでしょ。メールは過去に送られているのだ。可能性はない。送れるのは36バイトプラスアルファ、6文字かける3通。それ以上は無理。試したければ。自分使って実験してみれば、こんな設備でできるわけない。ならなぜメールは送られている？わからない。それが問題なの。前にも言ったように、セルンはブラックホールとリフターの力でタイムトラベルを可能にしようとしている。この電話レンジもおそらく原理は同じ。IBN 5100での解析は？それができれば言うことなしなんだが。どういうことだ？どういうこと？まだ解析をしていないということか。あ、どうやってやるん？ IBN 5100はどこにある？僕が知るわけないっしょ。Oh my god. まさか。In this role line, they never got it? オカリン、どうしたの？クリスティーナ。もしかして俺は IBN 5100を見つけていないのか？もしかしても何もどこにあるかも分かってないじゃない。 Oh shit。 仮にその話を信じるとしたら、岡部は IBN 5100を見つけた。ああ、お前と一緒にここまで運んできたけど、その記憶は岡部以外の誰にも残っていない。おそらく D メールによる過去改変ね。過去改変？送った内容は些細なものばかりだぞ。
バタフライエフェクトよ。Oh, shit. 過去に一つのメールを送ることで、そこから世界線が分岐する。ロト6を買わなかった世界から買った世界へ。それによってあったはずの出来事や事実が少しずつ変わっていく。あ、電話電話っと。はい、フェイリスニャ。今日もニャ、パソコン。Need your help。IBN 5100だ。柳林神社に奉納したという事実はあるか。パパが古いパソコンをたくさん持っていたのは確かにゃ。Oh. それはさっき言ってたタイムマシンと何か関係があるにゃ。Yes, ma'am. You gotta be honest. New lab member. わあ、見て見て。ウーパー、メタルウーパーだよ。やはりメタルウーパーが欲しいのか。やはり。Not in this world line. 何分ここにいるつもりだ。もう行くぞ。あ、待ってよ。お待たせしました。ん、女子と一緒に留守番していればいいだろう。フェイリスさんの自宅と聞いたら突せざるを得ないだろう。上皇マユシーだって遊び行きたいよ。フェイリスのやつどうして自宅に来いんだとキラリちゃんだ。あ、お参り。まったく IBN 5100。Holy shit. Damn, she walked fast as hell. Did she fall? どうして FB はあるって言ってたのに。岡部くん。さっき IBN 5100と。知ってるの？どこにあるのか。お前も。知らないのか。知らないの。おかり。あ、萌香さん。ああ。おかり。萌香さん、綺麗でスタイル抜群だな。コスプレしたらきっと映えそうだよ。Obviously, she thinks about. お前り、お前シャイニングフィンガーのことを知っているのか。知ってるよ。なぜだ、なぜ知ってる。オカリンが連れてきたよ。モエカが D メールを送ったんだ。モエカの存在はみんなの記憶から消えた。 But she still has... そしてルカが D メールを送った後には再びモエカを知ってる状態になっていた。はあ。メールによる過去加減が起きるたびに事実が少しずつ変化しているのか。本当にここなのか。間違いないよ。一番上みたい。Woo! Kim, is he the top? There we go. お嬢様はもう間もなく参ります。お待ちください。We got money. 今度はフェイリスさんの私服。なんたる行幸。Christ, Daru, we should let him at home. フェイリスニャンニャン。どうやらお前の正体を聞いておかねばならないようだな。フェイリスは、フェイリスの家はここら辺の王子主だったんだにゃ。じゃあもしかして秋葉って、really? うん、そういうことにゃ。え、秋葉がどうしたん。フェイリスちゃんの本名だよ。秋葉美穂ちゃんって言うんだよ。聞こえない。フェイリスの本名はフェイリスだ。 You're reading the vision。 見苦しい現実逃避だな。ちなみに秋葉に萌え文化を取り入れるようにお願いしたのはフェイリスなのにゃ。の、そこまで。そして自らも天使としてメイクインで萌え文化の浸透に努めているなんて、なんて神こだ。ありがとにゃんにゃ。にゃんにゃんでもない。ノーにゃんにゃん。 IBN 5100についてだ。ああ、そのことにゃ。でもその前に簡単なお願いがあるんだけど。貴様、取引しようというのか。ただ一度だけ D メールを使わせてほしいだけにゃ。お安いご用だお。一度と言わずなんだ。待て、 D メールは部外者には絶対秘密の。だったらペリスちゃんもラボに入れればいいんじゃないか。I knew it. I was waiting for it. いや待て、待つのだ。 D メールを送るのは私利私欲でロト6当てようとしてメール出しておいて、フェイリスさんはダメだと。一回だけだよ。いや、そういうことではなく、しかしここでやめたところでIBN5100 が戻ってくる保証はない。
少しでも手がかりにつながるなら。わかった。ただし、前にも言ったように、フェイリスにはラボメンになってもらう。お前は今日からラボメンナンバー007。007。聞こえない。できたにゃ。メールの内容は？それは秘密だにゃ。そういうわけにはいかない。俺にはラボのリーダーとしてその内容を知っておく義務が。ダメにゃ。乙女のプライベートは男子禁制にゃ。人のメール見るのは良くないと思います。激しく同意な。ハロー。俺だ。そちらの状況を伝える。あの俺切りやがった。それ切られるしよ。いや、ベシデール。女子の分際でいい。ハロー。不応募陰気はまだ無言で切るな。だぞ、プリンカー。こちらの番号は表示されていただろう。それでもいきなりあんなこと言われたら気味悪くなって切るわよ。I mean, yeah, that was kind of a... インキューマにイフを覚えているんだ。チャグビゲン。あいつ、また切った。また切ったぞ。おかり、まだ？待て。ハロー。私。Just be normal. ハロー。私、岡部凛太郎と申しますが。電話連絡かかりますので、先ほどお送りさせていただいたおメールの通りにお設定してお起動していただきたく思うのですが、最初からそう言えばいいのよ。すると敬語変だから。日本人としてそれじゃ恥ずかしいわよ。あと電話レンジのカッコ借りっていうのもいい加減。黙れ。ああ、ダメか。仲が悪いのかにゃ。多分いいんじゃないかな。メールはしなくても。フェイリス、放電が始まった。送信しろ。Oh shit. Alright, let's see what happened. あの、あなたは、は？ちゃんのお父さんってなんか気品があるね。さすがフェイリスタンの父君を名乗るだけはある。あの IBN5100 をご存知ですか？ずいぶん懐かしい名前ですね。探しているんです。残念ですが、もうずいぶん前に手放してしまいまして。 Oh my God. もしかして柳林神社に奉納されたとか。神社？いえ、そのようなことは。では失礼。It's just like a goose chase now. Like, I don't even... okay. Now what? IBN5100 は神社に奉納された後消えた。が、今度はそもそも奉納されていない。もしかしたら、俺たちももう取り返しのつかないことを。オカリン、オカリン。マユシーはアイソードの同人誌会に中野に寄るので帰ります。アイソード？虎の穴、こっちの方にもあればいいのにな。あ、何を言っているのだ。虎の穴ならそこに。It's not gonna be there anymore. Oh my god! オカリン、何言ってるの？ What are you talking about? 空き場にあるわけないっしょ。Holy shit! It's changing this drastically. Like, this is the part where I would start freaking the fuck out. Wow.I don't even know where you would even start fixing things. Well, first off, we need to explain this to the rest of the lab members for them to understand how drastic things are changing. But again, to them, it appears as if nothing has changed to begin with. So how, I don't know. But okay, we'll see how this goes. But of course, if you guys are watching this over on YouTube,definitely check out the Patreon for full length access as well as early access to anything Steins Gate plus any other shows, movies that we are watching. I would love your support, but aside from that, you guys have a great day/night, and I'll see you next time.